はい、皆さんこんにちは。高松加奈子のアクトマネジメント第4回目です。今日も、前回から引き続きとんがりコラボの方からお送りいたします。今日のゲストはとんがりコラボの社員さんの飯島さんです。よろしくお願いします。ということで今日はね、女性編ということで、姿勢とか立ち方とかいろいろお話ししていきたいと思うんですけれども、まず飯島さん、普段のお仕事はどんなような内容で？はい、普段は人材紹介と人材派遣の営業メインを担当しています。なるほど、はい、じゃあデスクワークと外回りと両方入ってらっしゃる感じ、はい、そうですね、はい、なるほどなるほど。なんかその仕事を対面でね、お仕事されていることも多いと思いますけど、はい、まあ、そんな中でなんかこう自分自身なんか人からなんかどんなこと言われたとか、はい、逆に自分が気になってるようなこととかあります？見た目は昔は幼く結構見られてた、年齢よりもので、はい、ちょっとそこが気にするポイントだったんですけど、まあ、それなりに年取ってきて、そんなに年相になってきたかなみたいな。また若いじゃないの感じです。なるほどね。なんか例えば猫背とかなんかそういう感じで人になんか言われたとか、はい、自分が気にしてるようなこととかある？ガニ股。なんかね、飯島さんはね、バレエをやってらっしゃったね、はい、子供の頃ね。え、その時の癖がなんかどうも抜けずに歩いてる時にちょっと膝が割れてしまうというらしいです。そうなんです。もう、はい、まだ私はその姿見てませんけれども。あまり見せたくないですけど。まあ、そんなことも含めて、ね、ちょっといろいろ、まず体のその歪みチェックからさせてください。はい、じゃあ、カメラに向かってまっすぐ立っていただいて、はい、手を横、どしでもいいです。はい、立ってください。はい、ね、社長と全く一緒よね。もう後ろから見ても分かるもの。こっちの肩、右肩が左肩より前に出ちゃってるのね。もう背中から見るともう一目瞭然。だってこことここよ、位置が違う。あの肩口なんか違いますね。違うでしょ、全然自分で、はい、分かりますよね、はい。でこれの歪みの原因、思い当たるんですよね。カバン。はい。全く社長と同じでした。はい。いつも、今はリュックだけども、前は右肩にショルダーバッグを持って、はい、右でばっかり持ってたことによって、今、全く同じ歪みになってしまった。ね。うん。やっぱりね、前回もお話ししましたけど、このバッグって意外と癖物なのね。なので、どうしても持ちやすいほど持ちやすいね。で持ちづらいから反対側で持つと持ちづらいからまた持っちゃうんですよね。そうですね。悪循環なんですよね。でも本当それを続けることによって肩の歪みって本当にひどくなっていく。で今リュックに変えられたっていうことで、それはすごくいい選択だと思うので、はい、今後もし、ショルダーバッグを持つことがあるかもしれないじゃないですか。でそうなった時には右で持ったら左でも持つようにちょっと心がけてみていただけるといいかなと思います。はいはい、なので一番気になったのがここ、それともう一つ、立ち方、さっきパッとお会いした瞬間にすごく気になったのは、左足がね、こうやって小指側にこうやって体重がね、もう今もそうなんだけど、ちょっと足元黒くて見えないかもしれないけど、私、真似するとこういう感じです、左だけこう小指側にこうやって逃げてる感じ。で私さっきね、体を触らせてもらったんだけどね、後ろからいきます。この太ももの私ここ触らせてもらいました。で触った時にこの小指側にこう重心が逃げてる左足の筋肉がこの部分、右よりもこっちの方が張ってるのね、筋肉がね。でこれどういうことが起こってるかっていうと、外側に小指側に体重をかけると足の筋肉っていう外側の筋肉が発達してる。なので今、飯島さんの場合はまさにこの左足は外側頑張って使っちゃってるもんだから、ここの筋肉がどんどん発達していっちゃってる。なのでどんどん育ちます。嫌だ。なのでこれね、本当に、ね、飯島さんだけじゃなくて女性にすごく多い立ち方なんです。なぜかね、日本人の女性って、ね、内股が多くて、内股にするとこうなりやすいんですよ。ね、なりやすいでしょ。で、可愛い文化、日本にはあるじゃないですか。
かわいい。かわいい。かわいい文化。ね、なんか、そう。で、なんか、内股にするとかわいいみたいなのが、昔ちょっと流行った時期があって、なんか、それが、そのまま引きずられてるのかなって思うんだけど、実を言うと、この内股は足の形を悪くするものなんです。なので、ちょっとね、飯島さんね、かかととかかとつけたら、ちょっとでいいから、つま先入れて。そうそうそう。そうするとどう？小指がいかないでしょ。本当だ。いかないでしょ、うん、そうなんです。ここ大事。まっすぐだったりとか、内股にすると、簡単にこうやって、私でもこうやって小指がいっちゃうんだけど、これ、ちょっとほんのね、ほんの1センチでもいいからね、V の字作っただけでね、実を言うとね、小指が行きづらいんですよ。うん、そう、この立ち方を今後心がけていくことによって、この筋肉は、もしかしたら使われなくなるってこと、落ちてきます。はい、いや、もう落ちていただく。今この位置で立つと、内側を使ってるでしょ？そうですね。内もも、なんかバネやってた時のことを思い出さない。はい、あとお尻？うん、お尻締まる、締まりますよね。はい、お尻が締まるってことは引っ張ってるでしょ？そうですよね。うん、で、内股でこう小指に行くってことは、ね、お尻がね、横に広がってるでしょ？いや、そう、外側にこう小指が行くとお尻が広がって落ちるんですよ。でも今の、ね、ちょっとつま先ちょっと開くだけでお尻がくっと閉まってるってことはお腹も閉まってるでしょ、はい、うん、ほら全然見え方違うじゃないですか。でもね、本当に癖なの、癖でも、うん、癖って人にこう指摘されると、あ、確かにって思うでしょ、はい、でも普段自分は無意識じゃないですか、はい、考えたこともない。そうですよね。そこが怖い、癖の怖いところで、うん、癖を知るってこと実は言うとすごく必要で、知ることによって直そうという意識が働く。で、直そうとする意識が働いて初めて体の筋肉って、あ、なんかこんなところが締まってるとか、あ、なんかここ使えてるとかね、ちょっと生きてますよね。うん、そうそうしてくると今度は体のこと変わってくる、うん、まだ石本さん若いから、まだね、いくらでも変われるいくらでも変わりますよ。本当に使い方一つで。なのでぜひちょっとね、やってほしい、はい、覚えてほしい、はい、でね、ちょっとさっきね見せてください。ちょっと靴をね、ちょっと見てみる皆さんにちょっと分かっていただきたいのでお借りします。ちょっとすいません、はい、皆さんにお見せします。こちらが左の靴の、こちら右、こちらはヒールカップがまっすぐなんですね。はい、きれいにこのヒールの真ん中からこの縫い目、これがまっすぐ向いてるの分かると思います。こっち外側にヒールカップがね、ちょっとねずれちゃってるんですよね、縫い目から。ちょっと分かりづらいかな。なので、もしご自分自身でチェックしたかったら、この靴も見てみるっていうのもいいと思います。このヒールカップがまっすぐの状態だったらいいんだけど、少しでも外側に、小指側にこう、膨れ上がっちゃったりとかしてる人はちょっと要注意かなと思いますね。うん。はい。あと、そうだな。でも足はね、やっぱりバレエやってたからね、まっすぐで綺麗なんですよ。うん、そうなんですか。そう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 、バレエやってた人ってやっぱりね、足がまっすぐ、どっちかっていうと X に近くてキュッとまっすぐ伸びてるので、せっかくバレエやってたんだからそれを思い出しましょうよ。どうしよう。うん、みんな、うん、じゃあ次ちょっと歩き方やってみたいと思うんですけども、はい、ちょっとまっすぐ3、4歩ぐらい歩いてみましょうか。はい、あ、画面から消えちゃった、こっちとこっちに向く、このカメラですから、こっちは。はい、じゃあ戻ってきてください。うん、ね、さっきもそうだったんだけど、飯島さんもすごく、ね、緊張されてて、ね、普段の歩きができないそうですよ。できないらしいんですよ。え、まあ、でも意識して、ね、それができるってことは、できる体を持ってるってことなので、それを使えばいいだけの話だなって思うんですけども、その社長もそうだったんだけど、膝が割れるっていうのは、うん、ね、こう膝がこうやって割れるって、なんで割れちゃうのっていうと、膝から下って膝の向いてる方にしか出ていかない、
じゃあ見てて、膝まっすぐでしょ、まっすぐだ、まっすぐで、これがこう膝の外向いてる、こっちにしか出てこないでしょ、逆に内股だったらこっちにしか出てこない、で膝下っていうの、膝下っていうのは膝の向いてる方にしか出ていかないので、ガニ股を直そうと思ったら膝の向きを意識すればいい、うん、そう、膝をまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ前に、まっすぐ前にこうやってちょっと、そう、まっすぐ前にこうやってバランスが一歩踏んでからこうやって出してみて、そうです、 膝だけ一歩踏んで、そう、じゃあ反対の足一歩踏んで、そうそうそう、まっすぐ膝を、まっすぐ膝を出していけば、ガニ股は治ります。うん。はい、じゃあそれでちょっと歩いてみよう。あのカメラに向かって歩いてみますか。どうやって歩いてるの？そう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 。オッケーオッケーオッケー。すごくいい。うん。で、難しいですね。うん。要は膝の向きだけをちょっとまっすぐに出そうっていう意識を持つだけで、変わる、うん、意識が大事、できてるできてないっていうよりもね意識することが大事、うん、で意識することによって体ってちゃんとそれに対して反応してくれるから、うん、意識、無意識が一番怖い超無意識、うん、だから意識をするってことがまずすごく大切なのと、あとちょっと今度 横向きで歩いてみましょうか。こっちの壁に背中を向けてもらって、はい、こっちに向かって、はい、もうちょっと戻りましょう、はい、うん、でもね、そんなに癖なくてね、あのちゃんと歩けてますよ、うん、この線がある、うん、そうそう、うん、そう、姿勢もいいしね、うん、猫背じゃないしOK、じゃあ、それでね、前回の社長にも言ったの、ちょっと1ミリでもいいから歩幅を広げてみて、こう、うん、歩幅、歩幅を、歩幅を、うん、後ろ足いっぱい使って、後ろ足いっぱい使ってそこまで頑張らなくてそこまで頑張らなくていいです、もうちょっと、そう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 、うん、ほら、だんだん良くなってきた。疲れました。今いっぱい体使ってるでしょ。そうなんです。うん、背中からお尻、足の裏。はい、ありがとうございます。ウォーキングってね、前はほとんど使わないんですよ。背中、お尻、ふくらはぎ、足の裏って、体の後ろを使って歩いてあげると綺麗。で姿勢も良くなってくるし、うん、そうするともう絶対にもう歩いてるだけでヒップアップするし、で姿勢も良くなってくるし、もともと姿勢は悪くないので、それは絶対生かした方がいいって、でその姿勢、いい姿勢を持ってるのに小股で歩くとすごくもったいないせっかく背筋がピンと伸びてるんだから、それを生かして堂々と、うん、歩いてあげた方が素敵です。うん、はい、うん、なので、ちょっとそう、そこを意識すると、あと、もう飯島さんの場合も立つときにちょっと気持ち、つま先開いて小指側に行かないような、はい、意識を持っていただけると、で最後じゃあもう一つだけやりますね。じゃあかか、カメラに置きますので。かかとつけてちょっとつま先開きますよね、はい、でかかととかかとを離さないで軽くでがつま先立ちしてみて、かかと離さないでね、かかと離さない、うん、離さない、そう、そうすると親指側にグッと力入るの分かる、はい、うん、それが分かったらかかとをストンと落としてみる、うん、そこも正しい重心の位置、結構違うじゃない、ちょっとここそうでしょ、前転筋すごいでしょで太もものこの内側に、ね、内転筋ってね、すごく大事な筋肉があるんですよ、うん、で足は老化は足からするってよくね、昔の人はよく言ったんだけど、うん、あ、じゃあ足のどっから老化するのよ、
って思うじゃない。こっからね、こっから老化していくの。だから普段から使えてる人は今この位置で立っても全然苦じゃないんですよ。でも今飯島さん、ここやばいって言ったでしょ。やばいってことは辛いってことですよね。ここはね、もうこの位置で立ってやばい人はかなり内転筋年齢関係なく弱ってます。今ピーンってなってますでしょ。なんか辛いみたいなね。ただひどい人はね、プルプルするってことまだ大丈夫、まだそこまでじゃないから大丈夫ね。でもね、老化はね、こっからしていくんですよ。だ普段から使ってる人は無意識で老化してないわけ、老化が遅いわけ。だけど使ってない人は年齢関係なく、飯島さんなんか私なんか全然若いのに、私全然平気なのに、もう やばいってことはやばいですよ。そう、本当年齢関係なく、この内転筋すっごく大事な、ここ本当に大事。すごい。でもバレエやってた時は絶対使ってたはずなの。多分。そうだよね。バレエって内転筋命だから使ってたはずなんだけど、もう今やばくなってるってことは、もうかなりバレエで培った内転筋はほぼなくなってると思う。やばくないです。壊れた。いいかもしれない。でも本当にそう、老化はこっからなので、この位置で立つっていうこともちょっと一つ。でこの位置で立つと絶対こっち側使ってないから。はい。こっち側使ってるけど、こっち側使ってないのなの。で、使ってないってことは筋肉が落ちてくるから、使ってなければ。そうすることによって足の形が変わってきます。お願いします。はい、だからね、足の形がね、悪くてっていう悩んでる女性す、実はすごく多くて、ここに筋肉張ってる女性すごく多いんですよ。あ、そうなんですか。だけどみんなね、お母さんからもらった DNA だと思い込んでる人が多くて、はい、まさか自分の立ち方が悪いなんて、ね、この内股が悪いなんて思ってる人は実は少ないんですよ。大丈夫。ずっと遺伝って言ってました。遺伝じゃない、遺伝じゃない、自分のせいだから。まさに。まあ、そんなことも含めてちょっとずつね、はい、自分の体改革、はい、いい意味での改革をね、少しずつしてってもらえれば、まだ若いから全然将来性ありますので、頑張ります。はい、続けてやってみてください。はい、はい、今日はどうでした、大丈夫ですか。もうここが、ここが限界でございます。今日はね、本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。